石戸悟るの世代放浄機ここからはノンフィクションライターの石戸悟るさんが今週気になった社会の動きについて語るお時間です今日は国葬の服装問題というタイトルで<ー>あくまでねこう模服とか礼服っていう観点なんですよね えっとねまあそうなんですけど、うん、あのいやこの間、まあ、9月ってどうでしたかっていうふうなことを少し考えてみると、うん、まあいろんなところでやっぱりその国葬というか、ですねまあ葬儀の問題っていうのがあの大きな争点となった、政治的に大きな争点となったあの季節だったなとも思うわけですね、で、うん、それなんか、例えばエリザベス女王の国葬と、まあ、もちろん日本で言えば安倍元首相の国葬なんですけれども、うん、僕はちょうどね、この間、先週の、そのかあ先週ね、今週火曜日の安倍さんの国葬の日 ちょうど大阪でテレビ出演をしなければいけないときでこれが本当にみんな多分迷ったことだと思うんですね。で、あのー、多くのスタイリストさんたちも迷ったのかどうか分かりませんが、まあ、しかし、あのーえー、NHK とかですね各局の,そのキャスターが着てる服をあの朝から見ていると、はい、やっぱりあの基本的にはですね、えーまあ、目立ったのは、ままあ、真っ黒のスーツとー白いシャツと。 でまあなんかタイはやや暗めのタイっていうような形のものっていうのがですねまあ,はあの多く見られたわけですね。でまあ、あの僕はでもそれを見た時に なんかこう潮意を示すっていうのはあの一体どういうことなんだろうかっていうことをすごく考えたんですね。というのはその例えばイギリスとかもそうですけども確かにそのこう国葬の、ねえー、前後とかあるいは亡くなられたっていう時には、まあ、基本的には暗めのスーツを着るっていうのは1、まあ、つ、セオリーとしてはある。うん ですね、でただその、じゃ今回の国葬ってどういうふうにも報じられてたかって反対が多いとかまだその政策的な評価が定まってないとか,です、ねえまあ、なんかそういうような話もいっぱいあったわけですよでも、なんというか蓋を開けてみたらなんかみんなこう割とこうしっかりと、うん、もう服っぽいというか喪、まあ、まああに服すようなあの格好になっていたそれはそれでまあ別にいいんですけどあのただなんかこう、あんまりこういつも考えているようには見えないっていうかね なんかあんまりこう考えられてるようには見えなかったっていうところはありますよね、なんかとりあえずこれでいいやみたいな、ーあのコードとして決まってるからこれでいいだろうみたいなあのものだったじゃないですか、でそれはちょっとーーぐらいく、ね、<う> <laughs> 話題になったかも <laughs> <何>しれない感じですね。三浦さん、ね、さんいいんじゃないですか、夏の往服っいうのはああいうもんだというふうに本人が思っているということで、ともかくとして、あので結局ではなんか僕もです、ね、あのどうしようかなっていうふうに考えたときにあの、やっぱりちょっと。 さすがに黒のスーツってやっぱりやりすぎだと思うんですよ、参列者だったらともかくですよ、参、はい、列者はやっぱりその一番の正装っていうのは、モーニングに黒いベスト、白いシャツ、そして黒いタイ、でそしてグレーのパンツを履く、でこれがもうあの、えーっと、男性の間ではです、ね、最も公式な服装ですから、ーあのモーニングを着用するというのでいいと思うんですけども、で政治家はみんなあのこぞってモーニングを着用しましたねで、これはこれでいいと。 で参列者はどうかって言ったら、ですねエリザベス女王の国葬の参列者を見ても、 あの決してですね日本式の黒式、真っ黒も服ばっかりじゃなかったんですよねで。日本の場合はただの黒のスーツじゃないですからね、あの真っ黒の、冷服用のスーツっていうのを着なきゃいけないっていうふうに、まあ、いつの間にかそういうルールになってるんですけども、世界を見渡してみると、これもまあさっきのあの今日も結構いろんなところで、世界と日本の差じゃないですけども、エリザベス女王の国葬を見ても、ですね別にそんなにみんなあの真っ黒ではないで。逆にいろんなこう,う あのチャコールグレーとか、えー、ネイビーとかいろんなあの服装があったなっていうふうなことを見てみるとやっぱりこの,あの服装にですねやっぱり弔意とか喪に服すとかあるいはその、えー、悲しみを表すっていうようなメッセージをやっぱり込めてるんですよね参加者。でそれはやっぱり必ずしも黒だけではないわけです弔意の表し方っていうのはう特に男性の服においては。うん、っていうふうに考えて僕はえー あのもうダークネイビーですね。えー、のスーツにしました。へえあなんかこう今ね写真があるんですけど、うん、パッと見ね 黒にもも見えなくもなくいいというかこれはその、えっと、イギリスの王室に、まあ、ちょっとルーツのある色でエリザベス女王のおじさんですねにあたる一時期ちょっとだけここをもやっていたあのウィンザーコーって方がいらっしゃるんですけどこのウィンザーコーが開発したアートされるですねミッドナイトブルーっていう色があって、うん、でこれはあの、えーまあ、あの太陽光の下だとですね割とちょっとこう濃いめのネイビー濃紺みたいに見えるんだけどもしかしあの、えー 室内灯に当ててみるとあの黒よりも黒く見えるっていうのが、まあ、当時の染色技術ではそうだったっていう色味なんですね、うん、であのヨーロッパなんかではですね最もフォーマル度の高いスーツの色黒に匹敵するぐらいあのフォーマル度が高い色なんていうふうに言われるものなので<ー>まあやっぱそこに僕は一定のですね あの安倍さんの国葬ってこともあるので、えー、まあちょ意は示しつつ、うん、ただ、まあ、がち礼装の,です、ね、ガチガチの冷蔵ていうことではなくて、ですねあのまあちょっとその後遺症のシャツとタイを合わせてな、ちょっとこうやや外し気味みたいな感じで、えー、僕なりにバランスを取ったと、ただ、すごく精神的に疲れたので、あのまあ、あそ,そのぐらいですね、うん、えただ、まあね、酸ヶニシンキーは疲れましたけど、 ただ、あのーまあ、こういうふうな形でですねもう服っていうのも、うん、あの単に真っ黒なものを着ていればいいんだとかですねこうなんか葬儀の日は黒とりあえず黒くすちょくいうようなところからですね、うん、ちょっと一歩脱却して、うん、あの人に弔意を示すとは一体どういうことなのかっていうことをですね改めてあの考えたいななんていうことを思った。 一日にもなったとうです、ねうん、まあこうご本人が選んでるものでないっていうこの制服としてのね観点みたいなのもあると思いますけれども、うんうん、この石田さんのおっしゃるようにもう服とか礼服弔意を示すということに関して、うん、改めて考えるタイミングでもあったなとそうでやっぱりその単に、まあ、もう真っ黒であの終わるっていうのじゃなくてね なんかもうちょっとこう多様な喪服のあり方喪に服するとか調位の示し方っていうのを考えてもねそろそろいいんじゃないかなっていうふうなことを思ったったてことですね、うんはい、今日は国葬の服装問題、石戸悟の取材放浪記、このコラムはポッドキャストや youtube でもお聴きいただけます。ぜひチェックしてください